小暮隆、小暮隆、小暮隆、し、1980年8月1日帯は、群馬県出身のレーシングドライバー。幼少時よりポケバイや、バギーや、カートなどのモータースポーツに慣れ親しんできた、小暮であるが、高校入学、1996年と同時に、カートレーシングを開始した。1997年と1998年には、早くも、 春名でタイトルをダッシュし才能の片鱗を見せつけた。その後1999年にザップスピードのオーディションに合格し FJ1600 で4輪、レースデビューを飾る。2000年にはザップスピードのフルサポートドライバーとしてフォーミュラトヨタに参戦。2001年から全日本海参戦試験にステップアップ。ナウモータースポーツから参戦した。2002年からは 小暮の才能に惚れた田中博監督の目に留まり、名門チームの無限、ドームプロジェクトに移籍し、念願のシリーズチャンピオンに輝いた。また同年、マカオ海産に出走しサイン表彰台を獲得する、活躍を見せた。2003年より、中島企画から、国内トップフォーミュラである全日本選手権フォーミュラ、日本に参戦を開始する。 前年度チャンピオンのラルフ・ファーマンに代わってカーナンバーを引き継いだことからも期待の高さが狙い割れた。この年はルーキーイヤーながら最終戦で2位入賞を果たした。なお第3戦モテギでは大クラッシュを起こし負傷している。2004年は開幕戦鈴鹿で初優勝を果たすもその後成績は伸び悩みシリーズ7位に終わっている。 2005年はシーズン中盤までチャンピオン争いを繰り広げる速さを見せシリーズ5位と検討した。2006年はアルタに移籍しポールポジションを最多の5回獲得するも自身のミスやトラブルなどで結果を残せずシリーズ12位という結果に終わった。2007年は再び中島企画に移籍し第3戦もテぎラウンドでの3年ぶりの勝利を 川切に第7戦菅を第8戦富士で連勝を飾り、都合を参照し、シリーズ2位で最終戦鈴鹿を迎えた。最終戦ではトップでチェッカーを受け、初の年間タイトルに輝いたと誰もが思っていたが、レース終了後の再車検で、レギュレーション違反、スキットブロック厚さ不足が見つかって、核となり、シリーズチャンピオンを一している。 2008年のオフシーズンには前年の成績が評価され念願であった会一のテストに参加するチャンスが与えられた。1月23日から24日にバレンシアでホンダ RA107 をドライブした。しかし不慣れな左足ブレーキでの走行という要素もあり、本人の意気込みとは裏腹に関係者の評価はかんばしくなかった。2008年は シリーズチャンピオンの有力候補の一人と目されていたが、今一つ、制裁を書きポールポジションや優勝を一度も得ることができず、結局シリーズ5位に終わった。2009年は、車両及びエンジンが、スウィフト 017N と 3.4LV8 に一新され、他チームに先んじて、性能を引き出すことができたため、3回のポールポジションと2回の優勝を飾ったが、 同時にアクシデントやミスなどもあり、シリーズ4位に終わった。2010年は開幕戦で、スタートで出遅れるもピット作戦で逆転勝利を挙げ、中盤はやや制裁をかくもチャンピオンの可能性を残したまま最終戦、第2レースを迎える。ジョアオパオロデオリベイラをオーバーテイクしてトップに上がるも、ピットストップでエンジンストールを起こしてしまい3位、最終的に、 シリーズ4位でシーズンを終えた。2011年も開幕戦でピットインまでリードするがピットミスでアンドレ・ロッテラーに逆転を許して2位。このレース以降は翌シーズン一杯まで表彰台から遠ざかることになる。2013年は開幕戦で終始独走を見せるもファイナルラップでエンジントラブルに見舞われて3位。第六戦菅生でも序盤から独走し、 ピットイン後の中盤もピットイン勢の最上位をカイソースが、セーフティーカーが入った際に、ただ一人前方に痛みピットインの伊沢拓也を、周回遅れと勘違いして攻めあぐね、焦った結果無理に抜きに行って、接触、10秒ピットインのペナルティを受けて、またしても勝利を取りこぼすこととなる。最終戦鈴鹿の第2レースでは2位表彰台。2014年は、新たに導入された。 ホンダ HR-414E エンジンの性能不足やダラーラ SF14 にチームと自らがなれなかったため自身初のノーポイントに終わり中島企画のシートをこのシーズン限りで失うこととなる。2015年からは前年途中より参戦したドラゴコースから参戦。この年も苦戦が続いたが最終戦でチーム初ポイントを獲得する。 2016年は開幕戦で4位入賞を果たし、その後第6戦菅オと最終戦でもポイントを獲得したが、ドラゴコースがスーパーフォーミュラから撤退したため再びシートを失った。2017年は新規参戦の B、マックスレイシングチームから参戦したが、ノーポイントに終わる。2018年はシートを失い、2003年以来の継続参戦が途切れた。 全日本 GT 選手権、現スーパー GT には2003年から参戦を開始したが、アクシデントの影響もあり、フォーミュラーレースに専念するために、第4戦以降参戦を休止した。2004年は離脱していたが、翌2005年に復帰。チームホンダレイシングから、高田ドーム NSX で、道上龍とのコンビを組み参戦するシリーズ11。 2006年も前年と同一の体制で参戦した。ホンダのエース格であった松田継男が日産へ移籍したこともあって、ホンダ陣営の中心ドライバーの一人として注目を集めた。この年は第2戦岡山で念願の GT 初優勝を飾る、と、自己ベストとなるシリーズ3位を記録し、健闘を見せた。2007年も引き続き高田ドーム NSX をドライブして、 シリーズ4位の成績を収めた。特に第6戦、鈴鹿 1000km では、雨の中で大クラッシュし救急車で病院に運ばれる事態を発生させたが、大事には至らず、次の第7戦も敵で優勝するというミラクルを演じ、以降も無事に出場を続けた。2008年は、ライバルの対等がある中大3戦富士で、ポールポジションを獲得式を吐いたが、 シーズン序盤は波に乗れずにいた。その後、第5戦素顔で、ポールトゥウィンし、シリーズランキングトップに躍り出るも、その後、ハンディウェイトに苦しみ、結局シリーズ6位に終わった。2009年は、開幕戦岡山で2位を獲得するも、その後波に乗れず、一勝もすることなく、シリーズ6位に終わった。2010年は、車両が HSV-0102。 パートナーもロイック・デュバルに変わった。開幕戦鈴鹿では、ポールポジションを獲得するも、アルタと接触、同志打ちをしともにリタイアに終わった。車両の修復が危ぶまれた2週間後の第2戦、岡山でもポールポジションを獲得し、決勝レースでは、パートナーの構想もあり、ポールツウィンで HS、HSV-010 の初優勝を飾った。その後も大崩れをすることなく着実に、 ポイントを重ねる。特に有名となったのは、第5戦ス後で、最終ストレートで気品リアルレーシングの、塚越広大にかわされ、スーパー GT 史上最も僅差と言われる差、0.025秒で惜しくも2位となる。なお、2013年にくしくも同様のレース展開になったものの見事に逃げ切り勝利を飾った後のインタビューで、小事の記憶が、デジャビューで思い浮かび、 また再現してしまうのかと思ったと語っている。その後は、2位のチームに10ポイントの差をつけて、最終戦に挑む。最終戦のモテギでは、ポールポジションからスタートしたもののトムスの、アンドレロ・ッテイラーに交わされる。しかし、小暮は最後まで、脇坂敏一と接戦を演じ、結果2位でチェッカーを受け HS v、HSV-010 のデビュー年で自身初のチャンピオンを獲得した。 2011年は、前年と同じ体制で参戦。シーズンで2勝をするなど速さは見せるものの、同時にトラブルやリタイアも多く、取りこぼしが目立ち、結局ドライバーズランキング3位でシーズンを得る。2012年は、トヨタに移籍したロイック・デュバルに代わりカルロバンダムと、コンビを組む。第3戦のセバンサーキットでは2年連続の勝利を、 飾るものの、シーズンでは6位という結果に終わる。2013年は、山本直樹と交代で、チーム国光に移籍し、伊沢拓也とコンビを組む。第1戦の岡山国際サーキットで、チーム国光としては7年ぶりの勝利を飾るものの、特に後半になってからはポイントを獲得できずに、結局、シーズン10位に終わる。2014年は、車両が、 ドイツツーリングカー選手権 DTM との車両統一規則により HSV-010 から NSX コンセプト GT に変更され、また伊沢拓也が GP2 に専念することから離脱し、GT300 から GT500 に復帰した武藤秀則とコンビを組む。この年はミッドシップレイアウトになった NSX コンセプト GT の空冷の問題や、 ハイブリッド搭載による7 0ラムの範囲で、第3選考は5 7ラムに変更により、他メーカーに比べて明らかに戦力的に劣る車両で苦戦し、シーズンを通じて一度も表彰台に立つこともなかった。2015年は新規参戦となるドラゴコースに所属。会一でテストドライバーを務めていたオリバー・ターベーがパートナーとなった。 前年と同じくシーズンを通じて、表彰台に上ったレースはなかったものの、雨が降る路面においては、圧倒的な速さを見せつけ、小暮劇場と呼ばれた。2016年は、ケヒンリアルレイシングに石室かコシコ大とコンビを組む。2017年も前年と同様の体制で参戦をする。要所でのスピードを見せるものの、鈴鹿 1000km における。 タイヤバースト等、不運も重なり勝利を飾ることはできなかった。2018年も前年と同じ体制で参戦をする。開幕戦の岡山国際サーキットでは予選から好調でポールポジションからスタートし、2013年以来の勝利をポールトゥインで飾る。2019年は2003年の初参戦から14年間乗り続けた GT500 から、 GT300 のジャロックへ移籍をする。全日本海産選手権全日本選手権、フォーミュラ日本全日本 GT 選手権、スーパー GT、GT500 クラス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。